はいはい引き続き今日のゲストはマンダラアーティスト日垣由美さんですよろしくお願いしますさあさらにまたどんどん聞いていきましょうはい <laughs> どうぞお手柔らかに <laughs> 大丈夫です <laughs> はいマンダラこう習い始めて最初に書いたマンダラのこと覚えてます覚えてます覚えてますはいどどんな感じでした<あ>書き上げた時の気持ちとかどんなでしたもうね 今思えば本当にね技術的なことは本当にね全然未熟なんですけどねあ私にもかけたっていう喜びとやっぱね今でもね時々見るんですけどはいは撮ってます撮ってますはいね本当に未熟なまんだらではあるんですけどなんだろうでもいいんじゃないみたいななんだろう未熟なまんだらはいはい未熟なまんだもあるんだなんかうんまあ未熟というかはい。 今のマンダラと比べると本当にね、うん、うんうん、器いマンダラっていうのかな、そういう感じなんですけど、うん、でもうん、あこれはこれでいいよねっていう風うに思える、うんあ。これはこれでいいよね。はい。うん、どどういったところで思うんですか。なんだろう。うん、あのどんなところ。うん、まあ悪くないよねって思えるっていうか、うん,うん,、うん、うんまあまあこれはこれであり。 っていう風になんか認められるというか面白い面白い面白いこれだからマンダラって自己と向き合ってるわけですよねそうですねこういったこう拙いマンダラって言葉で言ったじゃないですかこういったものを見てこれはこれでいいよねって言ったじゃないですかまあだからまあいろいろカウンセリングとか受けてるからご存知かもしれないですけどやっぱり自己需要の気持ちじゃないですか未熟な自分を受け入れるとかやっぱりそういった やっぱマンダラってそういう気持ちにさし書いてるとそういった気持ちになっていくんですか？あ、そういう側面もあると思います。やっぱあの書いてるとあの気づきがあったりするんですよ。何気づくの？あのこれ人によって様々なので、はい。で、伊賀さん何気づいた？印象的なもの。この番組のテーマに気づきって。あ、そうなんだ。待って待って、何があったかな？何があったかな？何気づくの？マルトテーマを書いて。あのあ。 ちょっとあのー、まあ詳しくは言えないんですけどす私ってこんなところあるんだなとかうん、うん、あ私ってこういう時こういう反応するんだなとか、うん、なんかやっぱ自分を客観的に見るお手伝いっていうのがうんうんまんだを描いてるとできてでそれによってそう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 いう気づきがありますなんかなんだろうあっ大丈夫大丈夫。 なんだろう,うん自分普通に生活してたら、うん、なかなか気づけないような、うん、自分を知ることができたりしますでそれ書いてるとまた次のマンダ郎に気づきが反映されたりするわけですかそうですね、はいうん、そこをまたクリアにしていくとクリアにして <laughs> <laughs> ちゃんとやっぱ自己需要自己需要。 だけではないんですけど、やっぱね、もしそこに何か引っかかりとかあるんだったら、その引っかかりをなくすにはどうしたらいいかっていうふうに取り組みしていったり、それマンダラであるの取り組みは、あ、マンダラだけではないです。からカウンセリング受けたりとか、はいはいですね、はいなんかちょっとセッション受けたりとか、はいっていう感じです。大変な作業だじゃん大変な作業。あ、だからって自己見つめてマンダラ書いてまた気づいてこの自分の。 ね弱さに気づいたり、まあまあはい弱さだけではないんですけど、これではいいマンダラが描けない。そんななこれではいいマンダラが描けないとかっていう感じではないんですけど、もっとあもっといいマンダラが描きたい。うんそのためには自分の弱さもまた見つめ直さないといけない。強さとかね。受けて、こうまたやっとやっていくわけなんですよね。はいはい。まあねあのマンダラ描いてる。 方皆さんがそういうふうにされてるかどうかはちょっとわかんないですけど、うん、はいまあ私はそのように一応してます日賀さんこう日賀さんのマンダラ見てる人たちにはどういったメッセージ、はい、メッセージどういったことを受け取ってほしいですか受け取ってほしいうん感じてほしいですかうんね、あのさっき。 もうお伝えしたんですけど、うん、やっぱり見た方の心がね、うんうん、あの明るく元気になってくれればいいなというふうに思っています。はい。面白い。うんうん、明るく元気になってもらうマンダロを書くために、日日日傘はどうしたらいいでしょう。<laughs> 私はどうするか。<laughs> <ん>はい。ええー、まあ、なんだろう。もちろんね、技術的技術的なところもうん、うん、あのね、あの 成長も必要なんですけど、うん、やっぱりあのさっきも言った自分の内面を整えていくっていう,<ー>うん、うん、ところもあ<ー>あの必要かなと思っていますどっちかだけではだめかなと思っていて、うん、技術だけとか、うん、内面のことだけとかっていうのどっちかだけではだめだと思っていて、うん、そのどっちもやっていくのがいいのかなと思っています。 おっしゃってたより、マンダラって無限大じゃないですか。っていうことはもう、比嘉、はい、さんも内面に向き合うのも無限大ということですよね。今のところ、はい、そういうことになりますよね。すごいことやってません。すごいこと、うん、自分ではそんなすごいことやってるっていう風には、思ってはないんですけど。う,ん,、うん、うん、まあまあ、まあ、なんだかんだとね、0年近く続いては。 いるので書き始めて、まあそういうことなのかなっては一応思ったりもします。はい。すごいことやってますよ。すごいすごいこと、まあすごいと思っとしくてやってるわけではないんですけど、はいはいはい。作業というかアーティスト、アーティストってやっぱそうそうそそうか、アーティストはそうか。あ、でもあの前にあの日本画を。 の作家さん,の,なんかあのお話し会みたいなものに参加したことがあったんですけどやっぱその作家さんもあのこの線とかこの自分が書くものに自分が現れるっていうようなことをお話ししててそうそうあのだからやっぱ自分を整えていくことが大事みたいなことのお話しされてたんですよいいです、ね。はい 同じだ。はって思って。あの、めちゃくちゃ一人で共感してました。素晴らしい。素晴らしいその共感素敵でしたね。いい経験でしたね。はい。はい。だからね、通じる部分がね、通じる部分があるんだなと思って。はい。すごく。そうするあの、コーチングもあれなんですよね。結局はこう。 その人の中にしか答えがないっていうのをう徹底的にもう心の底から信じて話聞かないといけないんですよね、はい。だから本当心の底もあるっていうこっちに答えはなくて自分の中にあるっていうそうそうそう今日も日傘さんの中にもしか答えがないっていうのをこう信じて聞くっていう、はいはい、だから内面に向き合うところにちょっと共通って感じてるそうですよね、うな。 でこういろいろ教えてらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。なんかこう教えるてる時に何かこうもっとというか何ていうの。はい、自分こう生徒さんに伝えたいこととかありますか。うーんあのやっぱ書けるっていうことをまず。うん 体感してしてほい最初なんで皆さん初心者なんではい、はい、技術的なことはねやっぱね、うん、まだまだっていうところあるかもしれないんですけど、うん、でもそれでも書けるっていうのをうん,、うん、なんか私にも書けたっていうのを体感してほしいなって、まあ、思ってます。なんか道具とか 使うんですか?。あ、道具は、あの、うん、えっと、あ、そうか、説明してなかったんですけど。うん、あの、黒い紙に、カラーペンを使って書いてるんですよ。うん、で、このカラーペンっていうのは、本当にも、あの、文房具コーナーにあるような。うん、あの、ポスカとか、はい、あの、ゲルインクのカラーペンだったりするので。はい、あの、すごい、なんだろう、揃いやすい。あの、特別な道具とかではなくて、うんうん、そのペンを使って。うん そういうあの文房具コーナーにあるようなペンを使って、はい、書いてます。黒い紙に。はい、黒い紙に。はい。なの、それでどうして左右対称にかけていけるんですか。えっとですね、うん、あのコンパスと分度器を使って。あ使うんだはい、はい、はい。そう、そうですね、あの、うん、やっぱり、ね、きっちりその辺は、あの。 左右対称、うん、上下左右対称になるように書くために、うん、あのコンパスと分度器っていうのは使って作図していきます。こう、まあ僕が買ったの15センチ手法ですうん、うん。はい、はい、あれ書くのにどれぐらいかかるんですか、うん、？15センチ手法だと、えっと慣れてくると2、2> うん、2 3時間では。はあ、2、3時間。うん、で。 かけます。うん、はい。あの飾ってた一番大きい。あきいのはいはい、あれはどれぐらいかかったんですか。あ,あれはですね、うん、もうちゃんと時間計ってなくて、やっぱ一日で終わらないものなので、でも制作期間としては三四ヶ月はかかってますね。四ヶ月。はい。一日何ね二三時間とかまあかけない日もあったりするので、うん、はい。こうマンダラかぶったりするんですか。これ描いてるときこれ描いてたり。ああ。あ 同時進行みたいなあえやってますやってますはいあのインクが乾くのを待ってる間にあのもう一枚別のものを書きながらとかっていう感じではい同時進行で書いたりもしますそれは別のテーマあ別のテーマではいはいテーマテーマ別とテーマっていうかまま別のデザインというかはいはいはいああ面白いはいこれからもうそろそろエンディングが来るけどはい あと4分3分4分切ったんですけどこれからどういった活動をしていきましょううそですね、やっぱり沖縄県内でもまだまだマンダラのことを知らない方たくさんいらっしゃると思うので一人でも多くの方にマンダラを見てほしいなっていうのとあとねぜひ自分も描いてみたいとか描いて展示会とかやってみたいとかっていう方 一緒に学ぶ仲間が増えていくと嬉しいなと思っています。素晴らしい。もうなんか理想の世界はあります。ま、もう理想の世界。ね、マンダラ、なんていうの？こうマンダラ、マンダラだらけ。マンダラだらけ。そうですね。なんかまあ大きのね、まああっちこっちでね、マンダラを見れる場所があったらいいな。もうちょっとあったもいいけどね、マンダラとかね。とか。あとはね、もう まあ沖縄にもね活動してる方、私含めて三人名ぐらいかないるんですけど、はいもっとこの人数が増えて、うんうん、ねあの、うん、ギャラリー借りて合同展示とか、いいはいそういうのができるといいなとかはいは考えています。うんいいですね。はい、うんうんこのう僕、ん、まあ僕もマンダラあんまりおぼろげながらだったんですけど。はい。 このマ、ま、ンマンダロの魅力を感じる理由、僕も一生懸命考えてみます。うん。あ、ねえ、ねえ、今リビングの一番真ん中に貼ってるっ。あ、ありがとうございます。はい。なんなんだろうね、マンダラってね。うん。な、なんですかマンダラって。<laughs> マンダラあそっかマンダラって一応あの一言で言うと宇宙なんですよ宇宙宇宙だったんかそれ大事なことなんでよ大事なこと言うの忘れてたって感じでギリギリにやばそうやめそうそう宇宙です一言で言うとコールはまだ足りなかったなでもエンディング入りました素晴らしいはい 今夜の脳の筋トレラジオコーチングって何はここまでです。このラジオではコーチングを通してみず皆さんに気づきを得てほしいと思っています。今日もゲストはもちろん私自身もコーチング的なコミュニケーションで気づきを得ることができました。このように、そう、気づくのはあなた自身です。あなたの気づきはあなたが気づくしかありません。 今のあなたは他人の期待に応えようとしていませんか親や夫、妻、子供友人など近い人に自分の価値観を合わせていませんか失敗を恐れてはいけません。他人の目を気にしてはいけません。古い価値観に縛られてもなりません。不安にさいなまれて行動しないのは最悪の結果を見ます。行動しないから不安なのです。生き方は自分でしか変えられません。私からの質問です。あなたはどういった人生を望んでいますか いつでも答えはあなたの脳の中にあります。今週の脳の筋トレラジオはここまでです。また来週